なんだか虫がいるみたい。ブレンバスターの攻防、モスマンがカットして DDT に持っていった。モスマンも非常にこの川田の動きをよく読んでいます。さあ今青コーナー、長谷がセカンドロープをまたいで、いよいよ川田と相まみえるか。ここで川田が赤コーナー下がってタッチ。馬場さん、なかなか実現しませんね、この2人の対決が。長谷の方はおそらくはちょっとイライラが募ってきているかもしれません。足を掴んだタックルの体勢、大森が押し込んで、さあここでタッチ成立。3度目にしてようやく川田と長谷が相まみえます。日本武道館のリングです。攻防、足を絡めてバックを回った長谷、足を取ってグラウンド上になっているのが長谷博です。四天王との対決、この川田と今日初めてリングの上での対決になります。この川田とは去年の9月15日の後楽園ホールでのファン感謝デー、この時に三沢を交えてタッグが組んでいます。ただ戦うのは今日のこの日本武道館のリングが初めてです。かつてこの長谷は小橋とも30分以上にもわたる激闘、シングルマッチを展開しました。そのあたりの実力というものは四天王に全く引けを取りません。ファーストコンタクトはまず静かなグラウンドの攻防、しかし常に優勢になっているのは現在は長谷博です。足を絡めてグラウンド、動きを封じようというところですが、今川田が上になります。まずは川田もじっくりと出方を伺おうというところでしょうか。そうですね、まあ、ここはね、攻めたり攻められたりどこも決め技ありませんからね。アマレスでロサンゼルスオリンピックに出場しました、この黄色のショートタイプの畑です。いい音した、右の方もね、おーっと、しかし長谷も立ち上がった。川田に対する気迫がこの長谷の闘志を駆り立てます。涼しい顔をしています畑博士。よきく、安い兵の打ち合い、ハイキック、ロープに飛んだ、ハイキックを返した、ハイキックの攻防、おっと長谷が倒した、まず立ち上がった川田、今度は長谷が倒した、一歩も譲りません。初対決の川田対長谷、初めて見つけたこの、さあ長谷が入ってきます。時間帯としましてもこの辺りからはもう大技出しで持っていきたいところ。さあ両の足を掴んだ、川田の両足を掴んでいる。さあカットに入る大森に大ブーイングだ。さあ足を掴んだ、川田も必死にこらえる、上がった上がった、さあ回すか、今日は何回転持っていくのか。長谷博士がジャイアントスイングに持っていった。さあ場内からはカウントが行われている。10回もやった、過去36回転というのがありました。それを超えることができるか。20回もやった、まだ行く、まだ行く、まだ行く。23回転、過半数は獲得しました長谷博士。ちょっと川田の目がうつろになってまいりました。今大森ともそのまま場外だ、足を捉えて、さあ誘いがための体勢だ。ロープにはちょっとポジショニングがっちりと腰を出しました長谷博士。スコーピオンでスロック、誘いがための体勢だ。あーっと、ここで大森がカット、いやまだ離さない、あえて胸を出します。パス、はい、捉えられました。しかしすぐさまモスマン、バックに回った大森、バックに回った、投げっぱなしのジャーマン。大森が川田の好アシストを見せます。
汗は大の字だ。一方の川田もまだ立ち上がれない。試合の権利があるのは川田と長谷です。20分が経過している。さあ赤コーナーのトップに大森、うつ伏せをモスマン、いい落とした、首筋に2ドロップ、危険な角度で落としました。さあ今リングの中で倒れているのが長谷モスマンの青コーナーの2人。さあ今モスマンを蹴散らしましたが、試合の権利は長谷と川田です。大森が長谷の背後に回った。川田が助走をつけた、ファイキング大森、大森の方の先発。さあ岩投げ、岩投げ一発です、岩投げ一発です。長谷がチャンスをつかんだ。そしてパートナーの大森にも裏投げ、続けたまに裏投げを打った。これがね、無駄なんですよ、長谷はね。確かにやってることはかっこいいと思いますけどもね、川田をやらなきゃいけない。そうですね、今ケッチがあるのは長谷と川田です。再三申し上げているように、長谷は川田を攻めなければいけない。裏投げ3発目。さあもう大森はいいはずです。長谷はしっかりと川田を見つめなければいけない。初対決の長谷と川田。さあ長谷がこの川田から大金星を上げることができるか。まずは一発この川田に裏投げを見せました。バックに回っている長谷、さあ腰にしっかり手を回した。カットする川田、バックに待った、川田がバックに待って投げっぱなし、ジャーマン、わっと次のとこ立ち上がった、まさか立ち上がってバックに待って、ジャーマンスープレックス、ホールドに固めた。カウントが入り、それカウント、川田立ち上がってハイキック、立ち上がらない長谷にハイキックを見せました。今度は長谷が大乗った。ジャーマンスープレックス、ホールドが固められました川田ですが、次とも立ち上がってハイキック、今度は長谷が立ち上がれない。この試合は30分の一本勝負です。すでに20分が経過しています。決着をつけるのは川田か、一方の長谷か。サッカーボールキックと成田への逆水平左打ちになっています。さあストレッチプラモの体勢だ。ねじり切るかのようなこの川田のストレッチプラム、伸ばそうとするその長谷の右手をしっかりと押さえている。ロープが遠くなっている長谷博士、今宵が初対決の川田長谷、首が90度に曲がっている。危険な角度、なんとか長谷が逃れました。日本武道館の天井を見つめています大の字の長谷博士。お互いのパートナーはまだ立ち上がることができません。試合を決めるのはこの川田か長谷か。ビロキック、手をついている長谷、胸の筋肉を張って耐えます長谷です。さあ引っこ抜くか川田、抱え上げてバックに回った、長谷がバックに回った、ロープを掴んでいる川田、あった、フルネット、フルネットそのスープレックス、ボードに入っている。さあどうだ、川田返せるか、ツーカウント。さあ次とも長谷が立ち上がった、長谷がすぐとも立ち上がっている、いつかせる攻め込むか。さあ掴んだ、あっと2リフト、ノーザンライズに持っていけないか、引っかかった落とし、さあまたぐらに運んだ、リングの中央、パワーボム、さあ丸め込んだ、川田丸め込んだ、汗も譲りません。やすい平、あーっとハイキック、エンジンに決まったか、あとブロックした、あとブロック。さあノーザンライト、スープレックス、ホールド、今日3回目のホールドはフルカウント、まだ決まらない。下なめずりをしました長谷博士、髪の毛が立っている。スープレックス3種類持っていきました、あと広志。さあロープに飛んだ、ラリアット、首を勝った川田、固めた、3つ入りません。闘志は
その髪の毛に現れています高木宏。はい、ハイキック、さあ声をかけたはず、ハイキック2発目、あとあとこれは不十分か、いや不十分だ、あと側頭部、赤瀬の側頭部、顔面蹴り、第2の字に倒れたはず、片指に学べた、スリーカウント、顔面ハイキックでスリーカウントを奪いました川田。長谷のこの川田との初対決、最後はこの2人の一騎打ちになりました。まさにシングルマッチの様相を呈したこの川田と長谷、最後に仕留めたのは川田の顔面ハイキック。